この際、日程に追加して、平成25年度地方財政計画についての国務大臣の報告並びに、地方税法の一部を改正する法律案、および地方交付税法、および特別会計に関する法律の一部を改正する法律案についての提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。総務大臣、新藤義孝君。平成25年度地方財政計画の概要、並びに地方税法の一部を改正する法律案、および地方交付税法、および特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨についてご説明申し上げます。まず、平成25年度地方財政計画の概要についてご説明申し上げます。本計画の策定に際しては、通常収支分については、極めて厳しい地方財政の現状、および現下の経済情勢等を踏まえ、経費全般について徹底した節減合理化に努める一方、社会保障関係費の増加に必要な経費を計上しております。また、給与関係経費について、国家公務員の給与減額支給措置と同様の削減を行うこととし、同時に防災・減災事業や地域の元気づくり等の緊急課題に対応するために必要な経費を計上しております。合わせて、引き続き生じる財源不足については、適切な補填措置を講じることとして、地方の一般財源総額について、前年度の地方財政計画と同水準を確保することとしております。また、東日本大震災分については、復旧・復興事業について、直轄補助事業にかかる地方負担分等の全額を措置する震災復興特別交付税を確保するとともに、全国防災事業について、所要の補助事業費等を計上しております。以上の方針のもとに、平成25年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出総額の規模は、通常収支分については、前年度に比べ、507億円増の81兆9154億円、東日本大震災分については、復旧・復興事業が前年度に比べ、5559億円増の2兆3347億円、全国防災事業が前年度に比べ、4298億円減の2031億円となっております。次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨をご説明申し上げます。現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融証券税制の改正を行うとともに、社会保障税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等、特別税額控除等の延長、拡充、並びに東日本大震災にかかる津波により被害を受けた土地及び家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正、並びに延滞金等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。次に、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨をご説明申し上げます。平成25年度分の通常収支にかかる地方交付税の総額について、17兆624億円を確保するとともに、平成25年度における措置として、地域の元気づくり推進費を設けるほか、地方公務員の給与削減等を反映して、普通交付税の算定に用いる単位費用の改正を行うこととしております。また、平成25年度分の震災復興特別交付税について、新たに6053億円を確保することとしております。以上が、平成25年度地方財政計画の概要、並びに地方税法の一部を改正する法律案、及び地方交付税法、及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。ただいまの報告及び趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。垂井義和君。
軽井義和です。私は民主党新緑風会を代表して地方税法の一部を改正する法律案並び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に関しまして質問いたします。私は自らの政策の中心に地域がその特性を生かして何らかの専門分野に特化し自立した経済力を確保する地方分権同州制を実現すべきだと掲げてまいりました。法人の本社が東京に一極集中する状況のままでは地方分権を推進すれば法人税の乏しい地方財政は立ち行きません。しかしながら一極集中は仕事の効率を上げる上で効果があります。この矛盾を解決し今後の経済を喚起するためには地域を何らかの専門分野で特化した経済特区を先に進めていかなければなりません。アメリカにおいては IT はシリコンバレー、自動車はデトロイト、映画を作りたかったらハリウッドに行けばいい、金融はウォール街へ、政治はワシントンのように専門の特区があり連邦制が成り立ちます。何らかの分野に特化した町はその分野の仕事の能率、営業、学びの効率を上げ観光などの呼び水となります。特定の才能を持った人をランドマークとなり世界から同じ分野の才能を一箇所に引きつけ新しいものを生み出す価格変化に似た触媒の役割も果たします。残念ながら平成25年度予算を見ますと私が政策の中心に掲げております地方分権特化した地域を指定し逆行する予算となっております。つまり地方税を削減し一括交付金を廃止しているのです。一括交付金は地方自治体が所管官庁の枠を超えて地域の実情に応じて必要な事業を優先的に実施するための大切な財源であり事業を選択する際国の事前関与を縮小できるメリットがありました。当然ながら自治体は大いに歓迎しましたが政権交代によって自民党政権は無情にもこれを廃止元の紐付き補助金に先祖返りさせてしまいました。そのことに自治体の首相が一斉にブーイングし猛反対したのは当然であります。地方分権をあえて踏みにじる行為としか言いようがありません。うがった見方をすればこの裏には紐付き補助金の復活によりかつてのように自民党議員と霞が関官僚の癒着すなわち利権の甘い汁を吸う思惑があると勘ぐりたくなります。そこで新藤内閣府特命担当大臣にお伺いします。一括交付金を廃止した理由とは何ですか。紐付き補助金で地域の自主自立性をどうやって守るんですか。また安倍政権が中央政権集権を強化する一括交付金の廃止と各省庁の交付金などへの移行はせっかく定着しかけた地方分権のムーブメントに待ったをかけるものと考えております。安倍政権は地方分権を後退させたいのですか。総理経験者であり安倍政権を支える大黒柱でもあります麻生副総理に率直な見解を伺います。次に地方交付税削減についてお伺いいたします。地方交付税とは自治体間の財政格差を解消するため自治体が自由に使える財源であり地域の特性を生かした施策の実現に取り組む重要な財源であります。ところが安倍政権はこの地方交付税を6年ぶりに4000億円も削減しました。地方自治の根幹に関わると自治体が猛反発しています。一方で景気回復の号令のもと公共事業のばらまきを大々的に行い肝心の足元になる地方の財源をカットするのでは果たして景気浮上の効果があるのですか。地方にしわ寄せをした理由とは何ですか。安倍政権は地方の財政需要を軽視するのですか。地方を信用してないですか。新藤総務大臣と麻生副総理に答弁をお願いいたします。地方税にかかる延滞金、還付加算金利などの引き下げには同意します。景気が悪い中、資金繰りがつかず、地方税を延滞される中小企業の方もいらっしゃると存じます。
デフレスパイラルの下で銀行金利も非常に低い中で、実情に反して 14.6% も延滞金を徴収していました。情報化時代では社会情勢に即した行政の効率化、スピーディな対応を民間レベルに押し上げるべきではないでしょうか。新藤総務大臣のお考えをお伺いいたします。地方公務員給与削減についてお伺いいたします。平成25年度予算案は地方公務員の給与削減を断行しようとしています。7月から一律に給与カットをするもので、建前は国家公務員が2年間で平均 7.8% カットするのに補助を合わせたものです。しかし安倍政権が経済界に賃上げを要請して、大手企業がベースアップに同意し、満額回答の姿勢を示す中で、地方公務員の給与削減とは総理と逆のアナウンスをもたらし、安倍政権の方針に対して逆行して整合性がありません。例えばイトーヨーカ堂は定期昇給プラスベアで月給 1.5% 増、イオンは定期昇給プラスベアで月給 1.8% 増、トヨタ自動車は定期昇給維持プラス年間一時金178万円など、各企業が安倍総理の要請を受けて賃金アップの方向に進んできております。そして大企業のベースアップに中小企業が連鎖して賃金を上げるか否かが今後の日本の経済の浮上への大きな鍵となる中で、地方公務員の給与削減は上昇機運に水を差すことになりかねないと思いませんか。その見解を麻生財務大臣と新藤総務大臣、田村厚生労働大臣にお伺いいたします。さらに新藤総務大臣は、削減した給与は防災・減災事業や地域活性化に充てる、自分たちの給料を削った分は自分たちの町に使われるんだ、だから協力してもらいたいとおっしゃいます。個人のお金であればあるほど思慮深く適切に消費して、自分の腹が痛む人が見えない公金とか経費となればなるほど無駄遣いの温床となるものです。つまり個人のお金である給与を削減して地域の活性化と称して公金に充てるのは、適切な出費を無駄遣いの温床となる公金に置き換えることになると思いませんか。人件費削減を反映し地域元気づくり推進費と表向きは立派ですが、前つばもんです。ふるさと創生事業を彷彿してやりません。婉曲な火事場泥棒になりかねないんです。新藤大臣、このタイミングでの地方公務員の給与カットは撤回すべきではないでしょうか。私は安倍総理の目指すインフレターゲットと、来年4月からの消費税引き上げと給与削減は相容れない方向だと考えます。麻生財務大臣はいかがお考えでしょうか。私は昨年12月13日に参議院議員として繰り上げ当選をいたしましたが、以前は衆議院議員でした。衆議院議員時代、議連での議論や委員会での質問など青年の主張のごとく理想論正論を訴えてまいりましたが、議論ばかりで結果が変わったわけではありません。その反省により、浪人時代は政治家であるないにかかわらず、社会問題に議論よりもまず改善に向けた具体的な行動をしようと、少子高齢化対策に2つの事業を立ち上げました。一つは非婚率を下げるためにオタク専門の婚活パーティーを主催し、すでに2696カップル誕生させ、毎週のように結婚したという嬉しいお知らせが数々届いております。もう一つが65歳以上の高齢者しか雇用しない会社を立ち上げ、おばあちゃんの定食やメニューなしレシピなしで愛情あふれた伝統的な和食家庭料理をおばあちゃんが提供するのが好評となり、テレビマスコミの取材も殺到し、サラリーマンを中心として好評を博しています。よろしければ党派を超えて食べに来ていただけたらと思います。こうした経営の経験から、最後に政治家としてではなく実業家としての思いを述べさせていただきます。経営者にとって先月はいくら、今月はいくらだったと一喜一憂する1ヶ月の売り上げは非常に強い思い出のある数字です。その中で 10% の消費税というのは年間が12ヶ月ですから、
一月の売り上げを超える金額となるわけです。一生懸命働いて稼いだ1ヶ月分の売り上げ以上の成果を法人税以外に消費税として支払うとなると、その時の憤りは毎月同じ収入をもらう国会議員には全く実感できないと思います。今から来年4月まで消費税を上げる間に確かな成長路線を力を合わせて築き上げていくべきです。震災の後のこの混乱を一つの戦後と捉えて、この後東京オリンピックを全力で招致すべきです。私は今がちょうどかつての東京オリンピックが始まる前の高度経済成長期前夜と重なって見えるんです。かつての東京オリンピック後の高度経済成長を再びベースアップに次ぐベースアップ、子どもを育てる世代の所得が倍増する、今日よりも明日、今年よりも来年と生活が向上し、誇りを取り戻すことこそが日本再生への道です。私は最近高齢者の雇用に力を入れて、おばあちゃんとの接点が増え、思い出すのは、亡き私のおばあちゃんが言ってた口癖です。今はいいよねという口癖です。私が子どもの頃、遊びに行きたくて出されたお寿司を急いで頬張って食べていると、味わってくれと怒鳴られました。今はいいよね、昔はお寿司なんか結婚式のような晴れのしか食えなかったんだよ、今はいいよなと。今はいいよね、昔は盲腸で亡くなってたんだよ、今死ななくなったよねと。考えてみれば、食うや食わずでいた食糧難の時代に比べると、余分に肉がついてダイエットに励む時代は夢のような話です。のろしを上げていた戦国武将がスマートフォンでツイートする女子高生を見れば、まさに SF です。未来は今から見たら夢のような時代、 SF のような時代が待っているはずなんです。日本が急速に少子高齢化が進み衰退局面に入った頃、バブルの時は良かったとか、あるいは昔の政治家が威厳があったとか、今がいいというより昔を懐かしむ方向になっていました。自分がじいさんになったら孫にはやはり今がいいよねと言える時代にしておきたいと思います。昔はがんで死んでた時代があったんだと、今はいいよね、すぐ治るよねと。ガソリンを燃やして自動車が排気ガスを流しながら走ってた時代があったんだと、今はいいよなと。バナナのカスでも入れたら飛んでいくよねと。昔は税金を払ってたんだと、今は地方が活性化して儲ければ国民に小遣いを得るような地方自治体もあるよなと、そういうような新しい時代を作っていこうと思います。時代時代によって新しい問題はあるにしても、このあと iPS 細胞、医療改革、 ICT による効率化、新型エネルギーの開発、新しい技術を次々と開発し尽くし、クリエイティブクラスを育てて世界に冠たる日本の文化を配信する、次の時代の日本を一体となって作り上げていこうじゃないでしょうか。最後に、私同様サブカルチャーに明るい麻生副総理に日本再生に向けた決意とその具体的施策を伺い、質問を終わります。国務大臣、新藤義孝君。樽井議員から6点のお尋ねをいただきました。まず、一括交付金を廃止した理由についてのお尋ねでございます。地域自主戦略交付金については、これまで地方から各省庁への交付申請手続きに加え、内閣府への事業実施計画の提出、各省庁への予算移管手続きが新たに追加されたことに対し、手続きの簡素化や窓口の一元化の必要性などの課題が指摘されていました。これらの課題を解決するために、本交付金を平成25年度に廃止し、各省庁の交付金等に移行することとしたところでございます。次に、移行後の各省庁の交付金等における地域の自主性、自立性の確保についてのお尋ねがございました。地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁の交付金等に移行するにあたっては、単に戻すだけではなく、
これまで事業別に細分化されていた整備計画をより大きな政策目的別にまとめるなどの運用改善を行うことといたしました。このように地方の意見を反映しつつ、地域の自主性、自律性の確保に向けて制度をより使い勝手の良いものに発展的に改善することができたものと考えております。次に交付税の削減についてのお尋ねでございます。平成25年度の地方財政計画においては一般財源総額について前年度と同水準を確保いたしました。その中で地方交付税については地方税等が前年度に比べて4000億円程度増額となっております。一般財源総額を前年度と同水準を確保する中にあって結果的に4000億程度の減となったものでございます。地方団体からは一般財源総額についての前年度の水準を確保するようにご要望いただき、この要望に対しては十分に応えたところであり、地方の財政事業を軽視しているとのご指摘は当たらないと、このように考えております。また平成25年度の地方交付税の算定において地方公務員の給与費については閣議決定に沿った水準を標準的なものとして算定することとしております。また地方公務員の給与は各地方団体が条例で定めるものであることから地方自治の観点からの問題があるとは考えておりません。次に地方税の延滞金等についてのお尋ねでございます。地方税の延滞金、還付加算金については現状の水準が現在の低金利状況に鑑み高すぎるのではないかとの指摘があり、昨年の閣議決定において延滞税の利率の見直しについては低金利下における利率のあり方等を考慮し、平成25年度税制改正時に成案を得るとされていたところでございます。これを受け、平成25年度改正においては、国の延滞税等の見直しと合わせ、利率の水準については、国内銀行の貸出約定平均金利を基本とし、延滞金、還付加算金の利率を引き下げることにしたわけであります。平成26年1月1日後の期間に対応する延滞金、還付加算金について適用することにいたします。次に、地方公務員給与削減と日本経済の浮上との関係についてお尋ねがございました。民間企業の給与水準は、その企業の業績や景気の動向など、さまざまな条件により変動するものです。他方で、地方公務員給与に関する今回の要請は、防災・減災事業や地域経済の活性化といった地域の喫緊の課題に対処するとともに、日本の再生に向けて国と地方の公務員が一体となって取り組む必要がある中、地方公共団体に対し緊急にお願いをしているものでございます。また給与削減額に見合った事業費として防災減災事業と地域の元気づくり事業を地方財政計画の歳出に計上することとしており、地域経済にマイナスの影響を及ぼすことのないように配慮をしたつもりでございます。したがって今回の要請が日本経済の上昇機運に水を差すことになるとは考えておりません。最後に地方公務員の給与カットの撤回についてのお尋ねでございます。今回政府としては地方公共団体に対して国家公務員の給与減額支給措置に準じた措置を講ずるように要請をしております。今回の給与削減にあたっては地域の喫緊の課題に迅速かつ的確に対応するため、給与削減額に見合った事業費として防災減災事業や地域の元気づくり事業を新たに歳出に計上することとしております。各地方団体においてはこうした趣旨を十分に踏まえ、給与削減により捻出した貴重な財源をもとに地域の安心安全の確保や地域の活性化のため効果的な政策に取り組んでいただけるものと期待しております。地方公務員給与の削減要請を撤回することは考えておりません。財務大臣、麻生太郎君。樽井先生から5問頂戴しております。地域自主戦略交付金の廃止についてのお尋ねがあっております。ご存じのように地域自主戦略交付金は省庁を超えて地方が自由に使える交付金とすることを狙いとして平成23年度に導入をされたものであります。導入後は各省庁への交付申請手続きに加え、交付金の取りまとめ役である内閣府への事業実施計画の提出、各省庁への予算の移し替え手続きが新たに必要とされたことに対して、
申請窓口の一元化や手続きの簡素化といった点で地方自治体から改善を声が求められるの声が強く出ていたのはご存知の通りです。これらを解決するため地域自主戦略交付金を25年度に廃止するとともに、移行先の各省庁において交付金のメニューの送り化や事務手続きの簡素化などの適用改善などを行うことで地方の意見を踏まえつつより使い勝手の良い制度に改めたところであります。したがってこれらにより地域の自主事実が失われるというようなことはないと考えております。地方交付税についてのお尋ねがありました。平成25年度の地方財政計画におきましては、社会保障関係費の増加などの財政需要を適切に反映して歳出を計上いたしております。その上で、地方が安定的な財政を運営を行えますように、地方税、地方交付税などの地方の一般財源の総額につきましては、平成24年度と同じ水準の59兆8000億円を確保し、地方財政及び地域経済に最大限配慮をいたしておるところです。したがって安倍政権は地方の財政需要を軽視し、地方にしわ寄せをしているとのご指摘は当たらないと存じます。なお平成25年度予算の公共事業関係費は増額となっておりますが、これは地域自主戦略交付金の廃止に伴い、事業を各府省の交付金に移行したことによるものが大半でありまして、この要素を除けば、ほぼ前年度並みということになっております。その上で、国民の命と暮らしを守るインフラ老朽化対策や防災対策などにしっかり取り組むことといたしており、ばらまきとのご指摘は当たらないと考えております。民間賃金と地方公務員の給与削減についてのお尋ねがありました。民間資金は各企業の業績や債務やまた内部留保等々設備投資の状況などを総合的に踏まえて決定されるべきものである。ご存知の通りです。また地方公務員の給与の見直しにつきましては、削減額に見合うだけの事業費として防災・減災事業と地域の元気づくり事業を地方財政計画の歳出に計上することといたしており、地方経済にマイナスの影響を及ぼすことがないよう配慮しているところでもあります。したがって今回の地方公務員給与の削減要請が直ちに地域経済の回復や民間賃金の上昇機運に水を差すことにはならないとさよう考えております。次に物価安定目標と消費税率引き上げや地方公務員給与削減との関係についてお尋ねがあっております。第二次安倍内閣では 2% の物価安定目標のもと、日銀が大胆な金融緩和を推進するとともに、政府が機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略を実施するという三本の矢によりまして、長引く円高デフレ不況から脱却することを目指しております。議員の今お尋ねになりました消費税の引き上げと地方公務員の給与の引き下げが景気にマイナスに働きかねないことが、第二次安倍内閣の政策の方向性に反するのではないかとのご指摘かと存じますが、まず消費税の引き上げを含む社会保障と税の一体改革は、これは持続可能な社会保障制度を確立し、加えて国民の暮らしに安心を取り戻すために必要な施策と思っております。これは持続的な経済成長を図るために、市場の信任を確保する上で必要不可欠な施策とも考えております。なお消費税率の引き上げにつきましては、法律で来年4月に実施することが決まっておりますが、本年秋に税制抜本改革法附則第18条に規定されております通り、名目及び実質の経済成長率、また物価の動向などなど、経済指標をいろいろ確認をさせていただき、経済状況を総合的に勘案して判断をすることとされております。また地方公務員給与の削減の要請は、防災・減災・地域の経済活性化といった課題に対応するために行ったものであります。
給与削減減額に見合った事業費を地方財政計画の歳出に計上し、全体として地方経済にマイナスの影響を及ぼすことがないように最大限配慮してまいります。したがって、これもデフレ不況からの脱却を目指す三本の矢の方針に反するものではないと考えております。最後に日本経済再生についてのお尋ねがあっておりました。強い日本経済を取り戻すことは、この内閣に課せられました多分最大の課題であります。大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略、この三本の矢を同時に打つことにより、デフレ不況からの脱却し、雇用や所得の拡大を伴う確かな経済再生につなげていきたいと考えております。ご指摘になりました、一番問題なのが三本目の矢のところなんだという点でご指摘になっているんだと思いますが、日本には再生医療とかロボットを含めまして、新エネルギー、クールジャパンを体現する、ご指摘になりましたサブカルチャー、コンテンツ、いろいろあります。私もいい話だと私も思うんですが、私が出しました予算案は、お宅のが当選されれば民主党でこれ、否決されておりますんでね。あなたが早く当選しておいてもらえば、あれはそんなことはなかったと、大変残念に思っているところなんですが、いずれにしてもこういった大きな可能性を持ったものっていうのは、世界に誇れる潜在力とは技術力っていうのがもうある、分かる人には分かるんですけれども、これも全然そういうことではない方もいらっしゃいますんで、いずれにしても、こうした強みというものを生かしながら、世界に先駆けてデフレ不況からの脱却というものを実現して、そして世界にその解決策、将来起こるであろう、オタクたちでも起こるであろう、デフレに対して、うちはこういう解決策をやったという先駆的な案を実現してまいりたいと考えております。厚生労働大臣、田村憲久君。たるい委員からは、一問、中小企業の賃上げに関するお尋ねをいただきました。3月13日以降、自動車、電気などの民間主要組合に対して、各企業から賃金と一時金に関する回答が示されました。賃金は多くの企業で定期昇給相当分を維持する内容でありますけれども、流通産業などではベースアップを示した企業も見られます。また一時金は自動車産業など業績が改善している企業において前年比増の回答も行われております。これから4月にかけて引き続き中小企業の労使を含め交渉が行われますけれども、ここでも十分な話し合いが行われ、企業の業績に照らして円満な解決が図られることを期待いたしております。横山慎一君。私は公明党を代表して地方税法、交付税法に関して質問いたします。この度の税制改正は、成長と富の創出の好循環を実現するための措置が掲げられています。この中には、公明党が主張してきた暮らしに配慮した減税が数多く盛り込まれており、成長と富の背景にある生活者や中小企業にも目配りのある税制改正となっています。はじめに、少額投資非課税制度、いわゆる日本版 ISA の創設について伺います。これについては、証券業界などから投資促進への期待の声が上がっています。しかし、専用口座は一人一つしか開設できないため、金融機関同士の顧客獲得競争が激化するとの指摘がある一方で、金融機関の取り組みには温度差があります。25兆円ともいわれる個人投資マネーを株式に取り込み、日本版 ISA を成功に導くためにどうするのか、金融担当大臣に伺います。次に、自動車取得税に関連して伺います。今般の税制改正では、
公明党が一貫して主張し続けてきた自動車関連税制が見直されました。道路特定財源が一般財源化されてからは車体課税の根拠が乏しいまま課税される状況が続いてきました。この度自動車重量税は老朽化した道路の維持管理や更新のための財源と位置づけられ、課税根拠が明確になったことは評価できるところです。また2014年4月にはエコカー減税が恒久化され、2015年10月には自動車取得税が廃止されます。自動車本体価格の 5% が課せられる取得税の廃止は、消費税の 5% アップ分の影響を相殺するものとなっています。一方、自動車取得税は地方にとって重要な財源であるため、2014年度税制改正で代替財源を検討することになっています。これは政権交代から1ヶ月という時間的な制約の中でまとめ上げたことを考えると、慎重な議論のためにはむしろ的確な決断だったと思います。今後の財源確保について総務大臣に伺います。今般の税制改正では、公益事業者による南海トラフ地震などに備えた鉄道施設の課税特例措置や社会インフラの防災減災点検に経費負担軽減措置が導入されています。明日起こるかもしれない大規模災害に備えた防災減災対策を推進するためには、公共事業によるインフラ整備だけではなく、こうした税負担軽減措置を伴う民間活力の導入を今後も進めるべきと考えますが、官房長官の見解を伺います。次に、公明党が推進を主張してきた住宅ローン減税の拡充について伺います。これは2013年末に期限切れとなる減税措置を4年間延長するもので、年末のローン残高の 1% を10年間にわたって所得税や住民税から差し引く仕組みです。消費増税は住宅需要に大きく影響することが懸念されていますので、住宅ローン減税は増税に伴う負担増を相殺するものとして期待されます。そこで住宅ローン減税は課税負担を長期的に平準化することになるのか、総務大臣の見解を伺います。次に、地方財源の確保に関して伺います。地方財政の収支見通しでは毎年度に財源不足が発生しており、今年度の地方財政対策では地方公共団体機構の公庫債権金利変動準備金を活用できるようにいたしました。毎年度何とかやりくりしているのが地方財政対策と言えるでしょう。そこで2014年度以降の安定的な地方一般財源総額の確保に向け、どのような見通しを持っているのか、総務大臣に伺います。2008年度税制改正で導入された地方法人特別税と譲与税は、地域間の税源偏在を是正するため、税制抜本改革が行われるまでの暫定措置として設けられました。これらは2011年度までに法制上の措置を講ずることになっていましたが、民主党政権下では改革の方向性が示されるにとどまりました。現在は総務省に設置された検討会で見直しに向けた作業が進められています。そこで消費税率が引き上げられるまでに結論を出すのか、総務大臣に伺います。企業活動の活発化に向け、法人税率の引き下げを望む声があります。しかしこれには住民税と事業税が含まれており、これらは地方税収の 20% に達する有力な財源となっています。また、法人課税は地方税制になじまないとの議論があります。そこで、税収が安定的な地方税体系の構築を進めるとされた2008年度税制改正を踏まえ、地方法人課税はどのようにあるべきかを総務大臣に伺います。次に、投資と雇用の促進のために新設される措置について伺います。国税の法人税に新設されるこれらの措置は、地方税の法人住民税及び事業税にも適用されます。具体的には、生産設備への投資が減価償却費を超える場合の税額控除や、中小企業、技術基盤強化税制の拡充などが、中小企業に限って地方税にも適用されます。しかし、これらの恩恵は大企業や製造業に偏っているとの批判があります。グローバル経済の進展の中で最も疲弊したのは地方経済でした。都市部に資源と人材を提供する地方の暮らしをどう守るかは重要な課題です。そこで継続的な成長を確保するためにも、地方の中小企業に視点を注ぐ税制が求められると考えますが、官房長官の見解を伺います。次に、東日本大震災に関する措置について伺います。
津波被災地では市町村長が指定した区域の土地や家屋には固定資産税と都市計画税が課税免除となっており、2013年度も1年間継続されます。被災状況に応じた復興のためには弾力的な復興交付金事業を実施するのはもちろんのこと、税制措置においても柔軟な対応が求められていいと考えます。そこで津波被害区域の税制措置の延長は2014年度以降どうするのか、その見通しを伺います。また単年度措置となっているのは自治体の役所機能が失われたことに対する特例と承知していますが、こうしたことを含め今後の制度の在り方を検討すべきと考えますが、総務大臣の見解を求めます。最後に、サックス演奏者のウェイン・ショーターは著書の中で、ハリケーン・カトリーナによって水没したニューオーリンズの復興を通じて問題を先送りしようとする傾向性を克服する重要性を述べています。国や立場の違いはあっても先送りは許されないとの思いは同じです。デフレ不況から脱却できるのか、復興は進むのかとの疑心暗鬼に対し、今ここで直ちにとの思いで結果を出す政治に公明党は全力を尽くすことを申し上げ、質問を終わります。総務大臣、新藤義孝君。横山新一議員から6点のお尋ねをいただきました。まず、自動車取得税の廃止に伴う代替財源の確保についてお尋ねがございました。平成25年度与党税制改正大綱においては、自動車取得税に代わる安定的な財源の具体的な内容は、平成26年度税制改正で結論を得ることとされております。総務省といたしましては、今後、与党における議論の状況を踏まえつつ、地方団体のご意見も伺いながら、必要な地方税財源の確保が図られるように検討してまいりたいと存じます。次に、住宅ローン減税についてのお尋ねでございます。今回の改正案は、消費税率の引き上げの前後における住宅需要を平準化する観点から、所得税における住宅ローン控除制度が延長・拡充されることに伴い、所得税における住宅ローン控除拡大の効果が限定的な中低所得者に配慮し、個人住民税における住宅ローン控除制度も延長・拡充しようとするものでございます。このような所得税及び個人住民税における住宅ローン減税の拡充とともに、住宅ローン減税の効果が限定的な所得層に対しましては、適切な給付措置を講じることとされており、これにより、住宅取得にかかる消費税負担増をかなりの程度緩和することができるのではないかと、このように考えております。次に、一般財源総額の確保についてでございます。平成25年度の地方財政計画においては、社会保障関係費の増加等を適切に反映して歳出を計上した上、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、一般財源総額について、平成24年度と同水準を確保いたしております。平成26年度以降においても、地方が安定的に財政運営を行うことができるよう、地方一般財源総額を適切に確保してまいりたいと、このように考えております。次に、地方法人特別税譲与税の見直しについてのお尋ねでございます。地方法人特別税譲与税については、税制抜本改革法に基づき、今回の改革に合わせて抜本的に見直すこととしております。このため、地方法人課税のあり方の見直しによる地域間の税源偏在の是正策とともに、ご指摘の検討会において幅広く検討を行っております。最初の地方消費税率の引き上げ時期である平成26年4月までには、その内容を明らかにできるよう鋭意検討を進めてまいります。次に、地方法人課税のあり方についてでございます。地方法人課税は、地方の行政サービスから受益する企業に応分の負担を求めるものであり、地方団体に対しても企業誘致等により税収を増やす努力を促す重要な意味を持つものと考えております。また、地方法人課税はご指摘のとおり、地方税収入の全体の約 18% を占める基幹的な税源であります。税収の安定性の高い税体系の構築に向けて引き続き取り組んでまいります。
最後に東日本大震災にかかる津波被災区域の課税免除措置についてのお尋ねがありました。東日本大震災にかかる津波被災区域の課税免除措置は津波被災直後の状況、すなわち非常に多くの土地家屋が滅失損壊し、市町村の行政機能も大きく損なわれた状況、これらを踏まえ従前にはない異例の措置として講じられてきたものでございます。本来震災後復旧復興の進展に応じて通常の課税に移行することが望まれておりますけれども、なお時間が必要な区域が存在しております。このため被災地の要望も踏まえ平成25年度においても今回の改正法案において現在の課税免除措置等の仕組みを1年間延長することとしているところでございます。平成26年度以降については本特例措置が異例のものであること、被災地の復興が地域によって大きく異なることなどをこれらを踏まえ復興庁関係地方団体からのご要望意見等を十分に勘案して被災地の現状に即したものとなるようにその取り扱いを検討してまいりたいと存じます。以上であります。国務大臣麻生太郎君。横山先生から一問、日本版 ISA、インディビジュアルセービングアカウントのことだと思いますけれども、少額投資非課税制度というのを訳して日本版 ISA とよく言われておりますが、これを成功に導く取り組みについてというお尋ねがあっております。この日本版 ISA、少額投資非課税制度を利用して、幅広い家計が資産形成を行っていくためにはどうすればということで、制度の内容がしっかりとこう認知されるということが不可欠だと存じます。約1500兆を超えます個人金融資産のうち現預金が800兆を超えておるというのはかなり現預金に偏っているという現状に照らしてこの方法が考えられたんだと思いますが、業界団体におきましては業態横断的な協議会を設置して制度の内容や留意事項などにつきまして広く情報を共有すると同時に積極的に制度の広報を行う予定というように聞いております。また金融庁といたしましては関係業界団体などに対しまして改正の内容についての説明会を開催するなど制度の周知に努めていきたいと考えており、引き続き業界団体などと連携して制度の広報に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。国務大臣菅義偉君。横山議員の2問の質問にお答えをいたします。防災減災対策への民間活力の導入についてご質問がありました。民間活力の導入による防災減災対策の措置は非常に重要であると認識をいたしております。今般の税制改正においても南海トラフ地震などに備えた鉄道施設の固定資産税の特例措置に加えること、都市再生緊急整備地域における民間の備蓄倉庫に対する固定資産税等の特例措置や防災対策が実施された物流効率化施設に対する固定資産税等の特例措置等により民間企業の防災減災対策を促進をしようとしているところであります。今後とも民間活力を活用して大規模災害に備えてまいります。次に地方の中小企業にも視点を注ぐ税制についてお尋ねがありました。中小企業、小規模事業者は地域経済と地域の雇用を支える重要な存在であり、税制においても従来から中小企業に対する法人税率の軽減や中小企業投資促進のための税制措置を講じてきているところであります。これらに加え、今回の税制改正では、緊急経済対策の一環として、中小法人の交際費課税の特例の拡充や、
商業サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善のための設備投資を支援する税制措置を新たに講じることといたしております。こうした措置を通じて引き続き中小企業小規模事業者の支援に取り組んでまいります。以上であります。寺田助四郎君。みんなの党の寺田助四郎でございます。私はみんなの党を代表し、ただいま議題となりました地方税法の一部改正する法律案、地方交付税法及び特別会計に関する法律案の一部を改正する法律案、及び平成25年度地方財政計画について質問いたします。安倍政権は、いわゆるアベノミクス三本の矢、すなわち大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略により、経済再生とデフレ脱却を実現するとしています。これに対する国民や市場の評価は高いようです。円安が進み、株価が上がり、内閣支持率も高い状況にあります。この好調に安倍内閣はお花畑の中にいるように見えます。私はアベノミクスはぜひとも成功してもらいたいと願っています。しかし、もし失敗したらどうなるのか、真剣に考えている人は果たして総理を含め内閣の中にいらっしゃるでしょうか。先に成立した24年度補正予算は、国の財政支出が 10.2 兆円、民間や地方による負担分も含めれば 20.2 兆円の事業規模となりました。これによって GDP が 2% 押し上げられ、約60万人の雇用が創出されると政府は説明しています。確かに一時的には仕事は増えるでしょうし、経済は潤うでしょう。しかし、そのほとんどは公共事業と一部の業界だけの話ではないでしょうか。私はむしろ国際化対応できる教育や海外とのやり取りができる民間の人材育成にも思い切って予算をつけてほしかったです。歴代の自民党内閣のとき、景気浮揚対策で財政出動をし、地方債、いわゆる景気対策債を発行させました。その結果、自治体には財政力以上の身に余るインフラと借金が残されました。そういう実態があることを、新藤総務大臣はどう認識されているのか、お聞かせください。以前は消費は美徳と言われ、大量に消費するのが当たり前の時代がありました。しかし、今の消費者の意識は、少子高齢化が進み、将来への不安もあり、過剰に消費する社会からシェアして循環する社会への転換期を迎え、エコでスマートな消費に変化しています。以前のように単純に景気が上がる時代ではないのです。民間企業は国際会計基準に照らし、持ちすぎた資産を減損処理します。パナソニック、ソニー、シャープ、みんなそうです。国もそのようなランニングコストを減らす、処分するための予算、いわゆるレス・イズ・モアの予算をつけるべきだと思います。かつて安倍総理は小泉内閣の官房長官として、また麻生財務大臣は同じく小泉内閣の総務大臣として、当時のドラスティックともいえる地方交付税改革、プライマリーバランスの改善に取り組まれました。これにより、平成15年当時、23.9 兆円まで膨れ上がった地方交付税総額は、平成19年には 17.8 兆円まで縮小しました。そして、国と地方のプライマリーバランスも、対 GDP 比マイナス 5.3% からマイナス 1.1% まで改善されました。さて、その当時の総務大臣であられた麻生財務大臣にお聞きします。
先月28日の安倍総理による施政方針演説でも、ご自身の財政演説でも、財政健全化目標の実現を目指すと重ねて述べておられました。目指すだけですか。これまでの政府試算では、仮に消費税 10% への引き上げを行ったとしても、2020年までのプライマリーバランスの黒字化は達成できないとしています。ではどうすれば国際公約である財政健全化目標を実現できるのですか。その手法を具体的な数値をも合わせてお示しください。新藤大臣にもお伺いいたします。総務大臣にお伺いします。財政健全化目標であるプライマリーバランスの黒字化に向けて地方側ができる努力は一体何ですか。考えうる手段を具体的にお示ししてください。多くの方は当時の小泉改革によって地方は悲鳴を上げたと批判しています。その時私は秋田県知事としてまさに現場におりました。当時の経験から申し上げれば、金がないから知恵を出して乗り切るように努力しました。プライマリーバランスが良くなり、財政再建ができて、将来に希望が持てるようになりました。だからこそ、平成の大合併も進みました。今の財政状況では、国も地方も歳出を大胆に減らさなくてはなりません。要求団体と化している地方に良い顔をするやり方を続ければ、プライマリーバランスの黒字化など、到底達成は不可能であります。地方から批判を受けようとも、地方交付税や臨時財政対策債を含む地方財政の在り方にメスを入れざるを得ません。新藤総務大臣にお伺いします。地方一般財源総額を対前年度で実質同水準に維持するという財政運営戦略、中期財政フレーム上の方針がありますが、これを見直す意思がありますか、それとも今後とも維持し続けるのですか、現時点でのお考えをお示しください、ご答弁ください。国と地方の財政において、特にいびつな構造になっているのは、臨時財政対策負債をはじめとする地方の借金です。よく報道では、国の借金が1000兆円、地方の借金が200兆円という数字が取り上げられます。しかし、地方が実質的に負担する借金はその200兆円のうちの4割程度だけで、残り6割国が肩代わりしているということはあまり知られておりません。新藤総務大臣にお伺いします。この事実関係を確認させていただくとともに、その状況をご覧になって率直にどう思われますか。大臣ご自身の考えをお答えください。また麻生財務大臣、新藤総務大臣双方にお伺いします。こういった事実も含めて、国の借金、地方の借金が果たしてどういう構造になっているのか、見せかけではない、ありのままの姿を広く国民にディスクロージャーしていくべきだと思いますが、いかがですか。源泉徴収制度により、給料から税金が転引される給与所得者が多い我が国では、国民の納税に関する意識が弱いと言われています。次世代を担う若者に納税者として国、地方、政府の税金の使い道に関心を持たせ、税の意識を育てるために、義務教育時代から税の教育が必要だと考えます。この点について、租税教育を行う現場としての文部科学省、その教育の中身を考えるべき国税庁、総務省、それぞれに対してどう考えているかお聞きします。安倍総理は、先の衆議院選挙に際して、日本を取り戻すとおっしゃいました。120人ほどだった自民党は295人と大躍進し、逆に約300人いた民主党は60人程度になり、政権交代を実現しました。政権交代を果たした自民党政権からは、もう少し踏み込んだ内容の法律が出てくるのではないかと期待しておりました。しかし、この夏の参議院選挙までは安全運転のつもりなのでしょうか。今回の法律などを見る限り、新しい切り口のない無難な中身になっています、なっているのではないかと感じております。一体何を取り戻したかったのですか。多くの政治家は選挙で負けることを恐れています。しかし、政治生命というものは、負けたら終わりではなく、疑問を感じたら恐れずに行動し続けること、
それができるうちは政治生命は不滅だと考えます。しかし、しがらみにとらわれず、何者にも臆せず行動する、それによって落選した人も各政党も役割を果たし続けるのです。安倍総理は政治は結果だともおっしゃいますが、18年間地方自治の現場を体験した身からすれば、政治はその時の結果だけでなく、国民の将来にまで責任があると思います。政治は今生きるより将来のために行動すべきです。冒頭にも申し上げましたが、アベノミクスは成功してほしいと願っています。しかし、もし失敗したら、間違いなくこの国は財政的に破綻します。そうなったら、安倍政権はどう責任を取るのですか。麻生副総理にお聞きします。最後に、明日浜辺をさまよえば、昔のことぞしのばるる、この歌は、秋田県出身の作曲家、成田為三が作った浜辺の歌であります。国が財政的に破綻して、浜辺をさまようようなことがないようにしてください。ご清聴ありがとうございました。総務大臣、新藤義孝君。寺田助城議員から6点のお尋ねを頂戴いたしました。まず地方の公共施設と地方債についてでございます。地方公共団体における公共施設の整備は、それぞれの地域における住民ニーズや財政状況を踏まえ、国の経済対策にも機動的に対応しつつ行われてきたものと認識をしております。地方公共施設の整備に活用した建設地方債の残高は、平成14年度をピークに着実に減少しております。公共施設については、各地方公共団体において、地域の人口動態や施設の利用状況、管理コスト、経過年数等を総合的に勘案し、住民の理解を得ながら、その効率的、効果的な配置を検討、判断していくことが必要だと、このように認識をしているわけであります。次に、財政健全化に向けた方策についてのお尋ねでございます。政府においては、2015年度までに、国地方のプライマリーバランスの赤字の対 GDP 比を、2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化するとの財政健全化目標の実現を目指すこととしています。このため、地方財政については、歳入面において、地域経済の活性化等を通じて、地方税収等を確保するとともに、歳出面については、経費全般の節減合理化に努めることが必要であると、このように考えております。次に、一般財源総額についてのお尋ねでございます。地方が安定的な財政運営を行っていくためには、必要な一般財源総額を確保することが重要であり、平成25年度においても、前年度の同水準を確保いたしました。今後、政府といたしましては、年号に骨太方針を取りまとめるとともに、財政健全化目標を実現するための中期財政計画の具体化の検討を進めていくこととしております。地方財政については、こうした動向や地方の要望等を踏まえて、適切に対応していく必要がありますが、いずれにいたしましても、引き続き、地方が安定的に財政運営を行えるよう、一般財源総額の適切な確保を図ってまいります。次に、地方の借入金についてお尋ねがございました。平成23年度決算における地方の借入金等の残高のうち、交付税特別会、交付税特会借入金等を除いた地方債残高等179兆円に対する普通交付税の基準財政需要額への参入見込み額は、98兆円 55% でございます。地方債の元利償還金への交付税措置については、財源不足対策や地域年度で偏在がある地方債への措置であると考えており、必要であると考えておりますが、地方の借入金残高が多額である状況に鑑みて、景気回復、地域活性化を進め、そして地方財政の健全化に取り組んでいくことが重要だと、このように考えております。次に、国地方の借金の構造のディスクロージャーについてのお尋ねでございます。国民に対する地方財政に関する情報の開示は極めて重要であります。総務省においては、地方財政白書による地方財政全体の状況に関する情報をはじめ、各地方公共団体の
決算や健全化判断比率の状況等についてもホームページを含め公表しております。その中で地方公共団体の将来負担額については基準財政需要額への参入見込み額も分かるように公表をしているところでございます。最後に租税教育についてのお尋ねがございました。租税の役割についての国民の理解を深めるため租税教育の充実を図ることは重要と認識しております。そのため平成23年11月には総務省、文部科学省、国税庁等で租税教育推進関係省庁等協議会を発足させ租税教育を推進する環境の整備に取り組んでいます。また地方自治体においては小中学生を対象とした租税教室の開催や県税事務所等での職場体験などさまざまな取り組みを行っているものと承知をしております。総務省としては地方自治体に対して租税教育の充実に向けた一層の取り組みを依頼したところであり、今後も関係機関と協力しながら租税教育の充実に努めてまいります。以上であります。財務大臣麻生太郎君。寺田先生から4問頂戴いたしました。財政健全化目標のための手法についてお尋ねがあっております。政府としては財政健全化に向けて国地方のプライマリーバランスにつきましてはご存知のように2015年度までに赤字の対 GDP 比を2010年度の水準から半減、2020年度までに黒字化するとの目標を実現してまいりたいと考えております。このため25年度当初予算につきましてもこの財政健全化目標を踏まえて実に4年ぶりに税収が公債金を上回る状態を確保するなど引き締まった予算とし2015年度の目標達成へ向けた第一歩を着実に踏み出したところだと考えております。他方で議員ご指摘のとおり昨年8月に公表されました地方財政の中長期試算によればたとえ平成27年10月から消費税率の 10% の引き上げを実施したところでもなお2020年度の黒字化目標達成にはさらなる収支改善が必要との姿が示されておりますがまずは2015年度の赤字半減目標達成に向け全力で取り組んでまいりたいと考えております。今後財政健全化と日本経済再生の双方を実現する道筋につきましては経済財政諮問会議等においてその検討を進めてまいります。その上で財政健全化目標を実現するための中期財政計画を年をめどに作成をいたしたいと考えておるところであります。国と地方の借金についてのお尋ねがありました。国と地方の財政は密接に関係しております。従いまして財務省におきましては国と地方の長期債務残高や国の公債残高の増加額のうち地方の財源不足の補填を要因とした金額などの資料を公表いたしております。寺田先生ご指摘のとおり地方の借金を国が実質的に負担をしております部分に関するデータは地方財政白書におきまして公表されているのはご存知のとおりであります。今後とも国と地方を含めまして日本の財政状況について分かりやすい資料を公表し国民の理解の促進に努めてまいりたいと考えております。次に租税教育の必要性についてのお尋ねがありました。先ほど総務大臣からも答弁があっておりましたが時代を担う児童生徒が国の基本ともなります租税の意義や役割を正しく理解することは大変重要なことであろうと考えております。このため国税庁におきましても関係省庁および税理士会などの民間団体と連携して租税教室への講師派遣など租税教育の充実に努めているところであり今後とも引き続き取り組んでまいりたいと考えております。最後に経済財政運営についての責任のあり方についてのお尋ねがありました。言われるまでもなく政治は結果責任であります。現在だけでなく国民の将来にも責任を有することはもとより確保しているところでもあります。
いわゆる三本の矢により経済の再生を確実に進めるとともに、財政健全化を着実に進め、現在及び将来の国民のために豊かな日本を取り戻すということが第二次安倍内閣に課せられた責務であり、そのために全力を尽くしてまいりたいと考えております。文部科学大臣下村博文君。寺田議員から租税教育の必要性についてお尋ねがありました。子どもたちに国民生活の安定と向上のために重要な働きをしている租税の大切さ等について理解させることは極めて重要です。このため学校教育では学習指導要領に基づき、小中高等学校において社会科、公民科の中で租税の意義や役割、納税の義務など租税に関する指導を行っております。また文部科学省では租税教育推進関係省庁等協議会に主体的に参画するとともに、学校教育における租税教育の充実を図るため、全国の教育関係者に対し、各地域における租税教育の取り組みに関する情報提供などを行っているところでございます。今後とも総務省および国税庁とともに連携を図りつつ、学校における租税教育の充実に努めてまいります。これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。